熊谷市場の付近埼玉県道128号、熊谷ハブ線は、埼玉県熊谷市筑波の国道17号、埼玉県道91号、熊谷停車場線との交差点を起点とし、ハブ市中央の埼玉県道60号、ハブ街役利橋線、埼玉県道413号、ハブ停車場線との交差点を終点とする、県道である。 国道125号行田バイパスと並行している。2000年頃、起点の筑波交差点、末広交差点間が、埼玉県道83号、熊谷立林線と重複指定され、番号の若い埼玉県道83号、熊谷立林線が表だった区間とされていたが、20年後の2020年3月31日付で、熊谷縦林線の経路が変更され、 再び、熊谷ハブ線の単独区間に戻った。熊谷市街においては、歩道が整備されていなかったり、渋滞が激しいため対面4車線化事業及び、バイパス建設事業を展開中である。行田市内においては、大型車両が通れない狭い区間があるため、対面に車線化事業を展開中である。2018年春から夏にかけて、 旧国道125号の熊谷市佐、矢田北交差点から、加藤市田見交差点までの間、及び、国道122号の田見交差点から、羽生重岩瀬交差点までの間が、熊谷羽生線として、追加指定された。これにより、熊谷羽生線は、国道125号行田バイパスの南北を挟む、形で並行するそれぞれ独立した2ルートの路線と、 なり、従来のルートでは通過することのなかった加須市内を経由することとなった。行田市では、市政志向70周年記念行事の一つとして、愛称を公募し、浮城通りと命名され、加須市においても、合併10周年記念行事としての愛称公募により、埼玉県道38号加須港のすせんの生誕と、共に、しだみ丘通りと命名された。 上野都地区画整備事業の一環として、熊谷市主体で都市計画道路、熊谷谷合戦として整備を進めている。なお、この道路はラグビーワールドカップ2019に向け、工術の野党五行田線新道と一体化し、混雑する現在の県道熊谷立林線に代わる熊谷スポーツ文化公園への新しいアクセスルートとなる。 2019年4月13日13時30分より、開通記念式典を都市計画道路、第2北大通線との交差部にて同線と共同で、実施の後、14時に全区間が開通となった。熊谷谷合線は、対面4車線の計画であるが、現在では、以下の状況により、全区間暫定に車線による共用となっている。 国道17号との重複区間を呼び、国道125号との重複区間の境界にて、振動が合流、国道125号との重複区間内にて、埼玉県道303号野党後行田線と交差2007年頃に、交差点名を、ハブ電話局前より解消。県道熊谷立林線の区域の変更、埼玉県法定区第93号埼玉県、 熊谷県道整備事務所長国時第2号、埼玉県法定期第3009号埼玉県、行田県道整備事務所長国時第8号、県道熊谷羽生線の区域の変更、埼玉県法定期第3019号埼玉県、行田県道整備事務所長国時第8号、一般国道125号の区域の変更途中、行田市真奈板地区では、国道125号の旧道が、 ハブシゲ信号地区の南端をかすめるように通っていたため一度ハブ市やカゾ市を通り国道122号との重複にて北上し再びハブ市へ至るルートになっている司法行田令和2年3月号4から5ページの愛称を浮上通りに決定熊谷市平成31年3月定例記者会見議題に熊谷谷谷合戦 第2位北大通線開通記念式典の開催について埼玉県法定期第3096号埼玉県熊谷県土整備事務所長国事第6号県道熊谷羽生線の共用の開始池上交差点から原道との交差点間が埼玉県道303号や東後行田線に変更されたありがとうございます